さあ今選手が到着されました。皆さん大きな拍手をお迎えください。それではお一人ずつお話を聞いていきたいと思います。まずは背番号26番宇津木駿選手です。試合お疲れ様でした。攻守両面で活躍されておりましたが、今日の試合振り返っていかがでしょうか。チャンスいっぱいあった中で決めきれないとこういう試合になっちゃうので、精度を上げていけるように頑張りたいと思います。はい、そして宇津木選手ご自身としては最近スタメンでの起用が増えてきていると思うんですけれども、どんなプレー見せていきたいですか。そうですね、やっぱり攻守でいっぱい走って貢献できるようなプレーをしていきたいです。ありがとうございます。それでは次節への意気込み、そしてファンサポーターへのメッセージお願いいたします。今日すごいたくさんのお客さんの中でのプレーすごい気持ちよくて声援が力になったんで、次節絶対勝ちたいと思いますので、またスタジアムお越しください。お願いします。選手でした。大きな拍手お願いします。では続きまして背番号11番表原元太選手です。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。悔しい引き分けとなりました。試合を振り返っていかがでしょうか。まあ、さっきも言ったと思うんですけど、最後のところで、まあ、決めきることができなかったので、やっぱそこの部分の練習をもっとしていきたいと思います。前半ではかなり栃木シティが攻める時間も多くあったと思うんですけれども、ご自身としては、これからどんなプレーを見せていきたいですか。まあ、毎試合多分そんなにすごい強いっていうチームはやっぱいないんで、はい、まあ、やっぱどうしてもそのボールとか攻撃はできるんで、そこでしっかり違い、個人の違いっていう部分をしっかり出していきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージお願いいたします。本当にたくさんの方に来ていただいて、また次は、アウェーだと思うんですけど、まあ、そこでしっかり勝ってまたここに帰っていきたいと思いますので、またスタジアムで熱い声援よろしくお願いします。背番号11番表原元太選手でした。大きな拍手お願いします。では続きまして背番号77番田中パウロ純一選手です。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。引き分けとなりましたが、まずはチーム全体として試合を振り返っていかがでしょうか。さっき健太も言ってたと思うんですけど、まあ、僕たちやっぱり攻撃力があって、まあ、強いチームだと思っているので、まあ、相手が、すごいこのチームも引いてくると思うんですけど、まあ、そこをしっかり、崩し切るっていうのが今回できなかったんで、次の試合は崩し切って、まあ、次も どうせ多分引かれると思うんで、まあ、そういう試合を応援しないといけないなと。その厳しい展開の中でも田中選手は果敢にゴールに挑む姿が印象的だったと思います。ご自身のプレー振り返っていかがでしょうか。決定機はあったんで、まあ、そこをしっかり決めきらなくちゃいけないのと、あとは、まあ、そういう控えた相手に対して、どうやって崩していくかっていうパターンをもうちょっと作っていかなくちゃいけないなと思います。それでは改めまして、今日たくさんの2000人を超えるファンサポーターの皆さんにお集まりいただきました。最後にファンサポーターの皆さんへのメッセージいただけますでしょうか。多くの方が、来ていただいて、まあ、僕たちすごい力になりました。でも、まあ、こっち、勝ちきれなかったのは申し訳なかったと思ってます。でもこれから、J リーグに上がっていく中で、皆さんの力がやっぱり必要になってきて、僕たちはその力を使って、試合に勝っていきたいと思うので、これからもぜひ、友達や家族の方を、誘っていただいて、ぜひスタジアムに来ていただいたらありがたいなと思ってます。次も絶対勝つんで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号77番田中パウロ純一選手でした。3選手に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして今谷直樹監督にお話を伺いたいと思います。0対0悔しい痛み分けとなりました。試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、選手たちは非常に素晴らしいパフォーマンスを出してくれたと思いますし、スタッフが求めたことっていうのは、やってくれたと思います。まあ、なので非常に残念な、まあ、状況ですけども、まあ、勝ち点1、では勝ち点1なんですけど、内容を考えると、勝ち点3を欲しかった、なんなら複数得点で勝てた試合でもあったかなと思うので、ただそこはやはり 0-0 終わったということは自分たちが何か当たらない最後の精度なのか、フィニッシュのところパスのところをもっともっと突き詰めていかないと
学生さんというのはどうなのかと思います、はい。とはいえここまで2連勝と好調だったと思うんですけれども、その中で上位チームにも今日は勢いで負けてない時間も多かったと思います。あえてポジティブな部分を挙げるとしたらどんな点を挙げられますでしょうか。攻守において目の前の選手一人一人負けてる選手はいなかったと思います、はい。そういう試合っていうのはもちろん勝つ確率が高いですけども、もと我々としては勝つ確率を上げることをやること、自分たちの攻撃的なサッカーをやること、それは十分披露できて、いたので悲観することはないんですけども、だから勝ち点3を取れなかったということは、受け止めなきゃいけないので、今日、まあ、あったポジティブなところ、相手のボックス内に入れてましたか、足が入れてました、シュートまで行けましたか、シュートまで行けてました、ゴールはありましたか、ゴールはありませんでしたというところをもっともっと追求していかなきゃいけないので、はい、次に向けて準備します。はい、ありがとうございます。それでは次節天皇杯の予選、そしてリーグ戦のアウェー戦と続きますが、試合への意気込みと、そしてファンサポーターへのメッセージをお願いいたします。そうですね、先ほど言いましたけれども、やっぱ我々自分たちができることっていうのは 1% にもなくなること、強くなること、速くなること、それに向けて、準備していきたいと思います。ただ今日は2000人以上入っていただき本当にありがとうございます。J リーグに上がるためには、今年はそういうルールがあります。平均2000人以上というところでは、我々はもっともっと面白い試合をできるように、そして強いチームになれるように頑張りますので、施設もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今や直美監督でした。大きな拍手をお願いします。はい、というわけで皆様には選手監督のインタビューをお聞きいただきました。ありがとうございました。さあ、では改めて本日は応援本当にありがとうございました。選手監督からもお話ありましたけれども、断ち切れなかったことは悔しいけれども、こちらが上回っている時間も多かったのではないかと思います。天皇杯とアウェー戦続いて6月の頭にですね、こちらホームゲームまた戻ってまいりますので、ぜひ皆さん今日のお友達、初めての方もいらっしゃると思うんですけども、またどんどん増やしてですね、2000人を超える、平均として2000人超える状態をキープできるように会場の方を盛り上げていただければと思います。これからも一緒に戦ってください。本日もありがとうございました。